取っちゃダメですか？もちろんです。なんで？肖像権違反です。なんで？なんですか肖像権？犯罪になっちゃうんですよ。犯罪じゃないですよ。肖像権の侵害は犯罪なんですよ。はい、あ、そうです。僕今許可してないんで、はい、取る前にせめて許可を得るんだったら。嫌です。じゃあお帰りください。あ、じゃあ消してもらっていいですか？嫌です。お帰りください。あ、勝手に取られちゃってるんで、はい、これ訴えたらまずいことになっちゃうんで。どうぞ。どうぞとかじゃなくて、どうぞ。普通に消したの確認したら帰りたいんで。いや、大丈夫です。お借りください。消してもらっていいですか？いや、大丈夫です。普通に僕言ってるんで、はい、まず残るの嫌なんで、普通に消してもらっていいですか？普通に言ってますよ、僕今。はい。そしたら帰りたいんで。はい。嫌ですって。なんで、じゃあ勝手に取られてるんですか？僕も嫌なんですけど、勝手に取られるの。はい。やめてもらっていいですか？いや、自分は不審者だと思ってるんで、お帰りくださいって言ってるのに、お帰り帰ってくれないって。よっぽど取られちゃってるんで、そっちの方が不審者になっちゃうじゃないですか。いや、そんなことないと思いますけど。肖像権の侵害って言って、これ立派な犯罪になっちゃうんですよ、許可ない中で取っちゃうと。はい。これ、ダメじゃないですか、だったら。ダメなものはダメじゃないですか。犯罪じゃないので。ダメなんですよ。あの許可ない中で、勝手に取ってしまうと、肖像権の侵害って言って、これ立派な犯罪行為になるんですね。はい。それだけはちょっと見過ごせないものですから、はい、普通にもうそこまでの方であれば話しても要件伝わらないと思いますから、はい、録音を切ってもらって、録画消してもらって、はい、私のは対処しようと思うんで、そこだけ最後ご協力いただいていいですか？嫌です。お帰りください。あの、犯罪なんで、はい、これだけ消したの確認したら帰りたいんで、はい、何に使われるかも。まず、名刺、名刺。おい、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 お